こんにちは、アリシンチャンネルです。今回ですね、ベイマックスのバスボールを紹介したいと思います。はい、おー、とても可愛いバスボールですね。はい、ベイマックスです。おー、いいですね。はい、映画です。あの昔2014年、もうちょうど10年前の映画ですね。おー、マーベル、まあディズニーの映画です。おー、可愛いはい、おー、日本を舞台とした、あ、はい、アニメ、長編アニメ映画です。おー、あれ、昨日見、この映画見て感動しました今でも覚えてます。はい、では、はい、マスコットが入ってます。じゃあマスコットのラインナップは全部ぐっすりですね。では見ましょう。はい、じゃじゃーん。おー、マスコットこうなってます。まずベンマックスの頭ですね。おー、あとベンマックスの、ボール持ってます。はい、ベンマックスの座りでハート持ってますと、あと立ってる。おー、いいですね。アリチンベンマックスが欲しいです。あのハットとか、はい、ボール持ってるのはいいですね。欲しいですね。はい、かわいい。おー、どのマスコットが入ってるかお楽しみです。はい、香りはリンゴです。もしかしたら、あ、バスボールの色はピンクかもしれないですね。か、あ、黄色かもしれない。どっちか。おー、はい、ということで、ではじゃあ今早速、お、下から切りますね。はい、開けます。あ、何の色のバスボールかな、見ましょう。1、2、3。あ、やっぱりピンクですちっちゃい。おー、これ開けます。はい、じゃじゃーん。おー、おー、綺麗なピンク色のバスボールですね。形もボールみたいですね。おー、ではじゃあ今から、はい、水準備します。はい、ではじゃあ今からバスボールの水の中に入れますね。はい、1、2、3。おー、進んでますね。お、ゆっくりゆっくり、泡が出てないですね。はい、ではじゃあ少々お待ちください。はい、皆さん、おー、マスコットが浮いてます。おー、ベイマックスを、しかも赤。おー、赤といえば、はい、じゃじゃーん。おー、ハットですね。はい、ハット持ってる、おー、ベイマックスです。さあ、はい、本当にハットのベイマックスかな。ではじゃあ、マスコット回収します。はい、回収します。はい、じゃじゃーん。手の中にマスコットがあります。じゃあ見ましょう。1、2、3。あ、やっぱりかわいいハットのベイマックスです。おー、かわいいですね。はい、アリチンベイマックス好きです。結構、おー、かわいい。おー、はい、おー、かわいいですね。しかもハット持ってます。いいですね。欲しかったハット、おー、ゲット。はい、出ました。やった。おー、いいです。あー、でも手、の手が違うですね。ここはハート持ってます。この手は持ってないですね。あー、こっちの方がいいです実物の方が絵よりいいですね。イラストより。おー、はーい、こんな感じです。おー、白マイクス、造形も綺麗ですね。塗装もまあ綺麗ですね。あー、ちゃんと、はい、ベイマックスの目とハットが綺麗です。あと穴があるからチェーンが、これは、あ、はい、キーホルダーとして使います。ちょっとアリキン冷蔵庫で貼りたいと思います。おはい、あ、後ろにちょっと、ま、あ、マグネットつけて、あ、取り付けたいと思います。はい、ベイマックスは2014年に、上映された映画ですね。ディズニーの、ディズニーとマーベルの映画です。原作はもともと漫画です。コミックですね。マーベルのヒーローコミックです。主人公は日本人ですですから結構映画でも日本の要素が取り上げられています。おお、結構成功した映画ですね。昨日見ました。お、なんと興行収入は世界で、全世界で6億5780万ドルですすごいですねはい、アカデミー賞も長編アニメ、
映画の部門で受賞しました。おお、いいですね。まだ見てない方はぜひ見てください。はい、ということで、ではじゃあ今からターンテーブルで展示します。はい、ディズニーの映画のベイマックスのパスポートです。おー、かわいいベイマックス。今回のは基本的なパスポートのベイマックスです。おー、かわいいですね。はい。以上です。アルチンターでした。今回はベイマックスのバスボールのご紹介でした。はーい。おー。人気映画の、ディズニー映画のベイマックスですね。2014年に上映された映画です。おー。とても可愛いベイマックスです。はーい。いいですね。はい。今回のマスコットは全部5種類です。はい。じゃじゃーん。おー。ベイマックスのマスコットですね。おー。アルチンハットがボールが欲しかったですけども。今回が運良くて、はーい、ハートをゲットしました。はい、出ました。はーい。じゃじゃーん。ベイマックスのマスコットです。ハート持ってます。かわいい。いいですね。はい、おー、チェーンでつけられるものがあるので、基本だとしては使えますね。おー、ありきれい、そこで貼りたいです。はい、とてもかわいい。おー、はい、マスコットです。造形も、塗装も綺麗ですね。いいですね。はい、今日から冷蔵庫に入りたいと思います。はい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。